アンシュルス、アンシュルス、以前、の表記、アンシュリスとは、神聖ローマ帝国が統一国家としての実権を失った30年、戦争以後、ドイツ語圏は主権国家化した両方と、帝国自由と死によって分裂し、ドイツ民族の統一したドイツ国家の復活は、多くのドイツ人悲願であった。しかし、大きな内部的な課題が存在していた。30年戦争後、 新生ローマ帝国には皇室であるハプスブルク家が治めるオーストリアと新興勢力のホーエンツォレルン家が治めるプロイセンという二つの大国が並立し、いずれも自国によるドイツ統一を望んでいた。帝国は第三次大仏大同盟中のライン、同盟離脱によって解体されたが、ウィーン議定書に基づいてオーストリア帝国が主導するドイツ連邦が新たに結成された。ただし、 ドイツ連邦はあくまでも複数の主権国家の連合体であった上、オーストリアの領土にはハンガリー人やスラブ民族などが多く居住しており、異民族が存在したのでは本当の意味での国民国家が成り立たないとの意見もあった。国民国家としてのドイツ統一は1848年革命によってドイツ民族のナショナリズムが高揚する中、 憲法制定を通じた自由主義的なドイツ統一を図るフランクフルト国民議会において初めて具体的な実現方法を討議された。だが議会では多民族国家であるオーストリアを排除した統一国家をとりあえず作るべきだという小ドイツ主義とオーストリアを含めた全ドイツ語圏の国家統一を目指す大ドイツ主義が対立し自由主義への反動や閣僚法の利害対立も 相まって、統一に関する実行可能な合意を得ることができなかった。その後、ドイツ連邦内で、いち早く強国となったプロイセンは、自らが完全に主導権を掌握できる、小ドイツ主義での統一策を推進し、1866年の広島戦争で、オーストリアに勝利すると、ドイツ連邦解体して新たに自らを名手とする北、ドイツ連邦を新設したほか、 バイエルン王国等のドイツ南部諸国と同盟関係を結んだ。そして1871年の不仏戦争でプロイセンがフランスに勝利するとヨーロッパ大陸で軍事的にプロイセンに対抗できる国が存在しなくなった。この結果、同年中にプロイセン国王はドイツ皇帝となり、オーストリアを除く統一国家ドイツ帝国、ドイツ国が誕生た。 1918年、第一次世界大戦に敗北して、ドイツ帝国とオーストリア・ハンガリー二重帝国が崩壊した。民族自決による旧オーストリア帝国領内の諸民族の独立は、二つのドイツ人国家間の主導権争いと非ドイツ系民族の問題を解消させることとなり、再度、大ドイツ主義によるドイツ統一の希望を抱かせることになった。 特に工業生産力の高いチェコの独立は、オーストリア共和国を経済的に脆弱にし、経済的な自立は極めて困難と考えられ、ドイツとの合併以外には、生存方法はないと考えられるようになっていた。1918年11月に成立した、オーストリア第一共和国の臨時国民議会は、ドイツ系オーストリアは、ドイツ共和国の一構成部分であるという決議を、 全会一致で行い、この点に関してのみは、右派も、左派一致した見解であった、オーストリア社会民主党のカール・レンナー首相も、講和の条件としてこの問題を取り上げた。また、1919年7月31日に、バイマル共和制下のドイツで採択された、バイル憲法にも、将来のオーストリアと併合をほのめかす条文があった。ところが、 フランスやイタリアなどの一部の戦勝国は弱体化させなければならない。敗戦国であるドイツが帰って国土を拡大させるのはおかしいと異論を挟んだ。一部には民族自決は敗戦国にも当然の権利として許されるのではないかとする意見もあったが結局ドイツとオーストリアの合併は認めず、1919年9月10日に締結されたサンジェルマン城によって 合法の禁止は明文化された。一方、連合国はオーストリアが独立を維持できるための措置もとり、1922年10月4日、国際連盟の圧戦で、オーストリア首相、イグナーツ・ザイペルト4カ国、イギリス、フランス、イタリア、チェコロバキアは、ジュネーブ議定書を締結した。これによりオーストリアは六億五千万クローネ、三千万、A、ポンドの国借款と引き換えに、 ドイツとオーストリアは今後20年間にわたり合併し、という条件と国際連盟による財政管理の義務付けという条件を受け入れた。国際条約では禁止されたものの実際の政策では、独王間で法律、税制、交通、通信などの共通化政策が進められ、両国においてアンシュルスを求める動きは残っていた。1925年に設立された、 オーストリアドイツ民族同盟やオーストリアドイツ活動共同体はその代表格であり独王両国にまたがるアンシュルス運動を行っていた。1920年代のオーストリアはキリスト教社会党を率いるイグナーツザイペルイエズス会聖職者と同等の指示を受けた官僚の 元ウィーン警察長官の二人の指導者が交互に政権を交代しながら、オット・オーバウアー率いるオーストリア社会民主党と対峙するという時代が続いた。世界恐慌の余波を受けた総選挙で社会民主党が台頭し、弱体したキリスト教社会党政権で外相として入閣していたショーバーはドイツとの関税同盟、輸出入関税の廃止によってドイツとオーストリアを一体とした。 経済圏とすることでこの危機を乗り得ようと考え、ドイツ側の了承も得て、秘密交渉を続けていた。1931年3月、このニュースが新聞によって漏らされると、国内では、オーストリア政府と敵対する、社会民主党や、五国団までが賛同の意思を表明するなど、支持が広がった。しかし、ジュネーブ議定書4カ国のうち、フランス、イタリア、チコスロバキアがこれを、 経済的な合併、すなわち実質的なアンシュルスとみなして議定書違反であると抗議した。オーストリアとドイツは合併ではなく、リヒャルトクーデン報フカレルギーの唱えた、反ヨーロッパ主義に基づくものと反駁した。この問題は、国際連盟の理事会や国際司法裁判所に、諮られることとなったが、それ以前に、フランスが大規模な経済制裁を発動し、これがきっかけに5月8日、 オーストリア最大の銀行であるクレジ・アンシュタットが破綻した。これがヨーロッパにおける強行を一層激化させることを恐れた他のヨーロッパ諸国の奔走によって3億シリングの追加借款案が提案され、その結果9月3日ショーバーは同盟交渉の断念を発表したのである。だが、この結果ショーバーはこの混乱下で社会民主党や五国団を加えた。 呂国一致内閣を組織しようとして失敗したザイペルと共にキリスト教社会党の保守派から球団を受けて失脚してしまった。代わってキリスト教社会党の指導的立場に立ったのはザイペルの直弟子を自称する若きドルフスであったが社会民主党が関税同盟交渉の失敗を政府の弱腰外交に介したために二大政党の関係ははや修復不能の状態となり 新たな勢力、ナチスの台頭を促すことになった。ドイツにおいて多くの国民から支持を受け、議席及び勢力の拡大を続けていたナチス党の活動はオーストリアにも波及してきた。1932年の地方選挙において、オーストリアナチス党は既存の右派集団である五国団を上回る実力を見せ、一方五国団の一部が暴走して、 クーデター計画を立てて失敗したことによって、保守的、反響的な思想の人々の支持が急速にナチスに移りつつあった。翌年、ドイツでオーストリア生まれのヒトラー政権が誕生すると、その支援を受けたオーストリアのナチス党員が公然と暴力によるオーストリアの政権ラッシュとドイツへの併合を主張し始めた。キリスト教社会党とご国団を基盤とした。 ドルフス政権は1934年の2月内乱をきっかけにオーストリア社会民主党とナチスの禁止に動いた。そして、いわゆるオーストロファシズム体制と呼ばれる一種のカトリックの権威に基づいた権威主義体制を打ち立てた。これにはドイツと友好的な関係を持ちつつもドイツによるオーストリア併合に反対するイタリアのムッソリーニの支援があった。 1934年7月25日、オーストリアナチスは、首相官邸を襲撃して、ドルフス首相を殺害し、親ナチス派のアントン・リンテレン、元文章の組閣を要求するクーデターを起こした。このクーデターは、ビルヘルム・ミクラス、大統領から全権を委任された、クルトシュ,シュニック教育省に鎮圧された。オーストリア国内にはナチスへの憲法感が高まり、かえって、 今まで国内に存在していたドイツとの合併論を吹き飛ばしてしまった。また事件が発生した直後、イタリアは国境地帯に四個士団を集結させており、ドイツの介入を牽制した。ムッソリーニのヒトラーに対する心象も悪化し、ヒトラーを口を極めて罵っている。このためヒトラーは首相経験者で国際的な名手でもあった。 フランツ・フォン・パペン副首相をオーストリア公使に任命し、事態の収拾に当たった。だが、国際情勢は推移し、ドイツ側に有利な情勢となった。1935年に英独海軍協定が結ばれて以降、イギリスはヒトラーとの融和政策を外交の基本路線とするようになった。イタリアもまた、エチオピア侵攻による国際的な孤立から、 ドイツと協調するベルリンドーマ数字区路線に転換し、オーストリア問題から手を引きつつあった。これを後期と見たヒトラーは、終始肉に対して攻勢に出た。1936年7月11日、独王協定が結ばれ、表面上はドイツは、オーストリアの独立を認めるとしながらも内実は、オーストリアナチスの恩赦と政治参加を容認させるものとなった。 さらに五国団の指導者であるエルンスとシュターレンベルクがこの協定に反対すると11月にシューシュニックは五国団を解散させた。1938年2月12日にベルヒテスガーデンでヒトラーとシューシュニックは会合を行い、ヒトラーはオーストリアを保護下に置くためのいくつかの要求を行った。ヒトラーの要求は到底受け入れられるものではなかったが結局、 シューシュニックは2月18日にオーストリアナチスに転向していたアルトゥル、財水イイコールインクバルトを内務大臣に任命する。だが、すでにオーストリア国内ではオーストリアナチスが公然と政府打倒とドイツへの併合を求める動きを開始していた。シューシュニックには奥の手として温めておいた秘策があった。それは国民投票を実施してオーストリア国民に ドイツとの合併か自主独立か選択させ、正面からヒトラーの要求を拒絶することであった。ドルフス前首相暗殺以来のドイツ側による様々な圧力に国民の反感が高まっており、実施されれば自主独立の選択が確実であった。さらにかつてドルフスが非合法化したオーストリア社会民主党とも極秘に交渉し、国民投票への協力と引き換えに非合法化の 取り消しを約束した。これを知ったヒトラーは激怒して国民投票の中止とアルトゥル、財水イイコールインクバルトへの首相職以上を要求する。一方、3月10日にオーストリア制圧作戦、オットーを発動した。3月12日にドイツ国防軍を越境させ、実力でオーストリア国土を占領する計画であった。この情報はオーストリアに漏れ、政府に衝撃を与えた。 3月10日午後4時、シューシュニックは国民投票の中止と総辞職に追い込まれ、屈服の意をラジオで放送した。シューシュニックは財水コールインクバルトを後継に推薦したが、ミクラスは承認を絞った。しかし、屈服放送に勢いづいた各地のオーストリアナチスト員インは、ウィーン、リンツ、グラーツ、インスブルックなどの地方政府の施設にハーゲンクロイツキを要するなどした。 この間ドイツはザイス水イコールインクバルトに派兵要請を打減するように迫り、ザイス水イコールインクバルトは午後9時45分に派兵要請を打減させた。12日になる少し前、ミクラスはついにザイス水イコールインクバルトを首相に指名した。3月12日午前8時、ドイツ軍の進駐が開始された。ドイツ軍は各地で熱狂的な歓迎を受け、そのため、 進軍速度が鈍ることもあった。首相となった財水コールインクバルトは、続いて、名目上の国家元首であるミクラス大統領に対して、ドイツとの合併協定を締結するように迫った。ミクラスはこれを拒絶して辞職したため、財水コールインクバルトは、大統領の権限を代行することになった。ただし、ミクラスは、戦後に、自分は自意を表明したことはなく、財水コールインクバルトが、 一方的に宣言したものであり、彼を首相に任命してもいないと、戦後に証言している。1938年3月13日、在水コールインクバルトは、ウィーンに迎えた、ヒトラーの目の前でオーストリアを新たなドイツの州、オーストリア州、ラントオーストライヒとする、法案、ドイツ帝国とオーストリ共和国の再統合に関す、法律を起草して、署名を行った。4月10日、 ヒトラーと財水コールインクバルトは、独王両国で、合法の是非を問う、国民投票を行い97、97%の合法賛成票を集めたことを発表した。これにより、オーストリアはドイツに並行されて、オーストリア州となり、財水コールインクバルトは、オストマルク州総督に就任した。イタリアや日本、フランスなどの列強は直ちに、ウィーンの大使館を領事館に格下げして、 事実上の併合を認めた。かつてドイツとオーストリアの合併に反対したフランスなどは20年前にドイツ系オーストリアのドイツへの合併を認めなかったのは民族自決の原則に反した歴史的な過ちであったと主張し20年前とは全く逆の論理でオーストリアを突き放した。なおアンシュルス沖にオーストリアの自動車交通 対面交通は左側通行からドイツ同様の右側通行に変更されている。国家社会主義ドイツ労働者党ナチスとドイツ国家社会主義労働者党の主導で実現した独往学法はオーストリア人の民族意識に重大な影響を与えた。実は第一共和国と称されたこの時期のオーストリアにあって、オーストリアへのプロテスタントの侵入を危惧する一部の カトリック保守派を除けば、ほとんどのオーストリア国民にとって、ドイツとオーストリアの統一は悲願であった。それは大ドイツ主義に基づく発想で、社会民主党のカール・レンナーや対立する、保守派のドルフンス、シュー・シュニクにも共通した考えであった。あくまでも彼らは、それぞれの立場から見た、ドイツの伝統の継承者と自負するオーストリアが、異質なナチスによって飲み込まれていくことに対て、 反対し続けていたのである。そして、当時の彼らには独自の国家として、オーストリアが存在し続けることや、オーストリアという国家に愛国心を持つことなどは全く思いもよらないことで、あった。なぜなら、オーストリアの人々が愛国心を抱いていた対象は、あくまで、大ドイツ主義によって形成される、ドイツ国家か、あるいは彼らがかつて実際に暮らしていた1918年、 以前のハプスブル帝国、オーストリア・ハンガリー二重帝国に向けられたものであったである。例えば、第一共和国は、成立から1919 19年まで正式な国名として、ドイツ・オーストリア共和国を採用してたし、第一共和国時代のオーストリアの国家だった、1920年から1929年で、ドイツ・オーストリア、 1929年から1938年でドイツの地という詩を歌っていた。したがって実際にドイツ軍がオーストリアに入ってしまうと大ドイツ主義によって形成されるドイツ国家への愛国心から一転して合併に賛成する投票行動に出てしまったのである。カルレンナーが併合直後にナチスは嫌いだがオーストリアとドイツの合併は必要であると発言してヒトラーから 彼も今回の併合そのものは支持していると誤解を受けて政治犯収容所層を免れたという説があるほどである。だが、オーストリア人の統一ドイツに対する期待とは裏腹に、オーストリア人は現実の独王合法で一方的な犠牲を強いられた。当時のドイツではナチスが強制的同一化政策を全国で実施しており、ナチスドイツ統治下のオーストリアではその一環として、 ハプスブルク帝国以来のオーストリアを根本的に否定する政策が取れた。オーストリア州の行政機関は1939年4月から7月の帝国大韓区へと再編成され、帝国大韓区を総称するオーストリア・エスターライヒという地名は、1940年にプロパガンダ的な名称、プロッポアンドベゼイシュナンのオストマルク帝国大韓区軍、 さらに1942年にドナウアルプス帝国、大韓国軍、ドーナウ、ウントアルパンダッシュスゲイへと改めさせられた。また、合併直後、多くのユダヤ人や社会民主主義者、自由主義者や反ナチス的愛国主義者、知識人などが逮捕され、収容所に送られるか、処刑された。粛清の嵐は、オーストリア軍にも及び、最後まで合併に反対し続けたビルヘルム・ツェーナー。 将軍が暗殺されたほか、サウンド・オブ・ミュージックで有名なゲオルク・フォトラップ・少佐のようにオーストリアから亡命する者もいた。ナチス・ドイツのオーストリア統治は政治的にも経済的にもドイツ本土への従属性を強化する一方、オーストリア人をドイツ人の中でも落ちこぼれの二流市民として扱う結果となった。このため、ユダヤ人抹殺、ホロコーストなど、 ドイツ人が直接関わりたくない仕事などに動員されたり、その一方でドイツ人としてのアイデンティティ確立のために自ら積極的にナチスに忠誠を誓う者もいた。また、ナチス親衛隊の特殊部隊であるフリーデンタールの指揮官オット・スコルツェにもオーストリア出身である。そもそもヒトラー自身がオーストリア出身者であった。 第二次世界大戦とドイツによる支配の中でオーストリア人は自分たちがドイツ人ではなくオーストリア人であるという感情、アイデンティティを初めて抱くことになった。第二次世界大戦末期のウィーン構成敗北でドイツ軍がオーストリアから撤退し連合国軍の分割占領下でカールリンナーを主犯として再度オーストリアを再興することになった時、もはや ドイツ系オーストリアという単語は過去の自爆でしかなくオーストリア人によるオーストリア国家の建設へと動き出すことになる。何より冷戦開始に伴いドイツと同様に東側、西側両陣営による分割の危機さえあったオーストリアを単一の国家として再建させるためにはあくまでもオーストリアはドイツによる侵略の際の犠牲者という立場でいなければならなかった。このため 第二次世界大戦におけるオーストリア人の戦争責任の問題は戦後長年にわたってオーストリア国内ではタブー視されこの問題が本格的にオーストリア国内で議論されるようになるのは冷戦終結後のことである。なお、1955年のオーストリア再独立の際に連合国とオーストリアが調印したオーストリア国家条約ではオーストリアとドイツの合併は 永久的に禁止されている。また、欧州連合による欧州統合が進められ、オーストリアとドイツは、もちろんのこと、他の欧州諸国との国境の意味合いまでもが、失われつつある現状において、ドイツと合併する必要性もすでにない状態である。ただし一方では、2000年から2006年まで、オーストリア国民党、キリスト教社会党の更新のボルフガングシュッセルが、 ドイツ民族主義を唱え、極右政党オーストリア自由党と連立を組むなど、オーストリア国内では、ドイツ民族主義が台頭してきている。2013年に、オーストリア国民を対象として行われた世論調査では、4割がナチス政権下の生活はそこまで悪くなかったとし、6割が強い人が政府を動かすべきであり、5割以上が、 ナチス党が再び認められれば非常に高い確率で議席獲得すると信じているという結果があるなど、ドイツ人かオーストリア人かという問題やナチスに対する評価は今でもオーストリアに影を落としている。オーストリアは併合と独立によって死刑制度の復活と廃止を繰り返すことになった。オーストリアは1919 19年に死刑を廃止していたがドイツに併合されると 再び死刑制度が復活した。死刑制度廃止以前には、公死刑が行われていたが、併合後は、ドイツ式の議領陳による死刑が行われるようになった。併合されていた間の死刑執行件数は、過去200年分を上回るほどになった。死刑制度は、戦争犯罪者を処刑するために、連合軍軍政下でも残り、新たに任命された。 死刑執行人を教育するために、イギリスからアルバート・ピアポイントが呼ばれた。この時期の死刑は、公死刑に戻り、1950年6月30日に再度死刑制度が廃止されるまで行われた。最後の死刑囚は、強盗殺人で有罪となり、1950年3月24日に刑が執行されたであった。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。